皆さん、こんばんは。あいまどんなアトリエ境界線夏休み特別企画ドラクエ5毎日更新中です。早速ですが、今日のお供はこちら、ピン、あ、そうかね、こちらです。今日は、なんかコンビニに行ったら久しぶりにカチ割りアイスボックスあるじゃないですか。昔あれぐらいだな、高校生ぐらいの時にすごいよく食べてた気がするの。もう巨峰味、濃いね、果実って書いてあるの。でこれを氷にして、この強炭酸で割ってカチ割り炭酸を作って飲んでみたいと思います。こうグラスを用意しました。このね、グラス可愛いんだよ。なんかカチ割り氷もこんなさ、スタイリッシュなボトルに なったんですね。わかんないけど、このぶどう味だけなのか。これ久々に食べる。もうこれ、あ、そっか、ぶどうだから、もうまんまぶどうジュース凍らせたみたいな見た目。ちょっと半分ぐらいまで入れました。これは冷凍庫にすぐに入れたいな。ちょっと手がぬるついてる。これは甘くない無糖を買ってみました。入れてみます。美味しそう、すごく美味しそう。見て、下の液体もちょっとパープルになりましたね。このグラス可愛いでしょ。ボロ市で買いました。それでは飲んでみたいと思います。待って、よし、かき混ぜなくていいのかな。飲んでみます。全然甘くないぞこれ。あ、もうこれ無糖だからね。普段こうサイダーとか飲んでるから、サイダーがいかに甘いかと思うね。無糖でこのアイスボックスもそんなに多分甘くないから、巨峰風味の炭酸みたいな感じ。でもさっぱりしてて、喉をね、潤すにはすごくいいと思います。これ多分氷が溶けたら、味が濃くなって美味しくなるんだと思います。じゃ、今日はこちらを飲みながら、ドラクエ5の続きをやっていきたいと思います!おいし、あ、下の方おいしいわ、これ。ちょっと下の方がおいしくなってきた。鉄に会いたいな。はい、それでは続きからいきたいと思います。はい、あ、今レベル4、アルカパの町です。さてさて、新しい町にとりあえず到達して、北に行くとレヌールの城、レヌールの城行かない方がいい、さっきなんか前言ってたよね、来た時にさ。そう、とりあえずね、セーブしただけだから。武器屋さんだ。武器屋さん。首、ちょっと売るのよ。布の服をさ。あ、待って。鍋の蓋。その鍋の蓋ってさ。待って。やめる。
ちょっとさ、ビアンカにさ、渡す？あ、ちょっと装備させてみた。どうなんだろう。手織りのケープのがいいじゃん。じゃあ布の服いらないじゃん。ビアンカの布の服。買う、なんか買う。菓子の杖。ブロンズナイフ、銅の剣、あ、買えないや。ブーメラン、高いや。カシの杖か。それだったらもうちょっと戦って銅の剣。ビアンカにちょっとこれをまず渡すか。ビアンカも何？ビアンカは何？もう一緒に行くって感じなの？あれ？ちっちゃい子がいる。え？いじめてる。本当だよ。レニュー城のバキを退治してきたらなって。え、かわいそう。レニュー城、どこですかね。おいしい。あ、氷溶けておいしくなってきた。子猫。猫どこ？これ初めてやったぞ。これタライを持ち上げて投げれました。バニーガールがいます。あ、すごい、これ初めてやった。割ったりできんだ。あ、入れるよ。あ、入れなかった。え、そのお城どこでしょう。ここにいたんだから。まず、ここは？仕事の邪魔だ。何仕事やってんの？何ここ、これ何やってるんですか？武器を作ってんのか。ここは？防具屋でございます。え、あ、でも今お金が全然ないや。ここは道具屋。やくそ。ちょっととりあえずわかんないから。あ、いけないんだ。いけないし。え？どっから行けんのよ。バーはさっき行ったし。え？来た？ダメなんだって。どうやって行けばいいの？お城？この村にはとにかくお城っていうのはないよ。外出れないもん。上に誰かいた、今。
かちょっと操作方法が分かってきました。やばっちゃった。まあいいか。あれさっきおじさんがいたよね、屋上に。あ、その一個下だ。お、キメラの翼、守りの種。待って、ちょっと待って。キメラの翼は何？前に寄った場所に戻れるだって。え、そんなものが。一人の身の守りが上がる。え、一回使うとなちょっとわかんないね。一回使うとなくなるって書いてある。かさっき外にいたおじさんはどっから。ここいた。大して役に立たない。とにかくその城はどうやって行くんだろう。帰ることになった。え、止まってっちゃって。お、なんと止まることになりました。いや、さっきというか前回ね、ちょっと非常に眠かったんですけど、目が覚めましたよ。はい、すぐ寝た。あれ、こさえた。何？来たわね。レヌール上映だって。子猫を助けなきゃ。来たか。よし。父さんが目を開けてるぞ。大丈夫？寝てる。音がね。夜の月どんな感じ？あう、一角ウサギだ。うわ。よし。
はい。あの洞窟であった滝だね。薬草ぐらいしか使い方がわかんないよ。あ、レベルが上がった。ビアンカ2。ビアンカが2になりました。ちょっと地図確認しながら。あれじゃない？あれだ。ちょっと下に行かなきゃ。この岩を抜けて、わっ、バブルスライムだって。こっちにし、こっち。おっ、OK、行けた。てるね、これで、これで上の方ね。はい。あ、見えてきた、見えてきた。え、いっぱいいる。グリーンワーム、キモ。早くグリーンワーム。やばい。逃げ帰るって何？違う。命、あ、違う、ちょっと違う。違う、何これ。戦う。あ、今毒って書いてあるよ。毒？どうすんの？薬草攻撃よ。毒ってどうしたらいいの？やべ、毒どうしたらいいんだろう。これ毒消しないといけないんじゃないですか。ちょっと毒消しを買わないと。あれ？毒はなくなったの？え、ホイミって毒？やべ、すごい知りたい。え、どうしよう。ホイミじゃないよ。毒なんだけど。ホイミしてみる？困ったなぁ。あ、どんどん減っちゃう。ちょっと毒消し買いに行かなきゃ。こっちじゃない。やばい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 。家で戦って。じゃなきゃダメかな。後ろに行くのが目的だ。だけどちょっと道具を揃えなきゃ。やばい、ブーって言ってる。
か。きっとまたそろそろ敵に当たる。あ、地図がよくわかんない。ちょっとそんなこと言ってない。恋見するよ、自分に。傷は回復したけど、毒？あ、やっぱり毒だ。毒は治んないんだ。お、やばい、なんか強そう。ちょっとさ、でも帰ったところで寝れるのかな？ないよ。いないし。な、寝たらのオールとかないの？今夜はやめました。はぁ、あ。毒どうなったのよ、毒は。毒だ。ちょっと毒。これは寝てたところで毒が治らないっていうことだ。お父さん風邪になっちゃったらしいです。また毒消しを買わないまま。まだ毒だよ。ちょっと毒になると厄介ということだな。だって防具屋さんはいたけど、すいません、違うんだ。ちょっとまた戻っていい？だって朝になんないとさ、薬草が買えないよ。これで戻ってるため、あれ、バブルスライムっていうの。お、逃げた。ちょっと待って、ほら、ボーってなんだ。これで昼間に買っとかないとダメかな。こんなに溶けたらもうすっかりブドウソーダみたいな味。よし、まずは薬草を買うぞ。
激しそう。よし、やりました。シーナ地図毒消しそう。もうちょっと買っときたいんだけど。袋もう一個買っとこう。これがないとさ、もう一個買っとこう。行きます。次こそはお城に行きますよ。今度こそ。場所もね、一回ちょっと半分まで行ったんで。しゃあ、行ってみようか。縁沿いを歩いていけば、多分行けますんで。やだ、この敵。倒れるときのリアル。首長イタチだって。うわぁ、毒は誰がさ、誰、どのやつで毒になったの？来たよ来たよ、城。よっしゃ、来れました。怖い。お城の下に洞窟みたいなのがあるよ。わ、お墓がいっぱいある。やった。よし。
1が。え？すごい高いんだけど1が。高い、高い。上からだよ。お、今なんかすごい高い力になった。またなった。旋回だ。あ、雷が。あ、なんだ。怖いだ。まあ、怖っ。今動画がいいところで消えてた。大丈夫かな。なんかやられました、土偶みたいのに。薬草もホイミも使い果たしたのに。よし、あ、じゃあやられるのが目的だったのかな。薬草がなくなっちゃったよ。ちょっと全部使っちゃったよ。薬草1個しかないか。あいつと戦いたくない。じゃないかも。こういう流れでいいの？
かいる。なんでしょう。おお、さっきのさ、ドブが強すぎて。あ、カラス、カラス、カラス。すごいなぁ、このゲーム。壮大だね。え、こっち？なんかいる。またさっきの人だ。ソフィア。後ろの者は魔物たちのそれ殺されたのです。邪悪の手の者が世界中から身分のあることにさらってる。私とエリックには子供はいませんでした。子供さらに魔物たち、その話にみんなを襲ったのかもしれません。せめて私たちは静かに眠りたいので、どうかお願い。この滅びた城に住み着いたゴーストたちを追い出してください。だって、そうでなければ、お城の者たちいつまでも呪われた武道会で踊らされたままなのです。え、呪われた武道会、どうやって追い出すんですか？よし、さっきさ、使い果たしたからさ。手折りのキープ。手折りのキープしてんじゃん。手折りのキープしてんじゃん。とにかく牧草をさ、何なんだろう。ハテナハテナって書いてある。ん？あ、落ちちゃったよ。落ちた。開いたっぽい音が今したんだけど、あれ、ここさっき下行ったんだっけ。あ、なんか王様みたいなのが見つけた。怖い、なんか角度が。
がいるんだね。怖いよ、また。大丈夫かな。何？ナイトオプス。何したんだよ。結構強いな。外の敵と違う。だよ。ああ、ダメだ。ああ、強かった。ちょっと薬草とかたんまに買っていかないと。ちょっとね、楽しくなってきました。行くよ。寝たんだよね。寝て回復したんだよね。44分。ちょっとやります。ちょっとここ、どうにかお城をクリアしたいです。ビアンカさんは勇敢ですね。いや、今度こそね、ちょっとさ、強いよ、お城の敵。最初のあの土偶みたいの、薬草使わなかったらいけたかな、さっき。倒せたはずだよ。3回目よ、3回目。待って、あれを売ろう。彼女の、あ、一回、今は今さ、また死んだらお金がなくなるでしょ。お金減ったよね、死んで。多分そんな気しない、わかんないけど。さっきの後ろの敵に比べたら、この身の敵はそうでもない。1だもん。早くいろんな魔法できるようになるといいな。
ってしまったね。眠らせるのかよ、かわいい。いやー、よし、レベル上がりました。ビアンカ、あれ、ビアンカって魔法なんかできんの？メラっていうのが使えるよ。メラ、今食べたばっかだからもう食べれねえよ。おいしいおやつあるよ。しつこい。これ最初と同じルート？え、っていうことは同じことを繰り返すのかしら？あの、土偶にやられて。どうなの？これここしかだって行けないんだもん。同じことを繰り返してたかな。道具と戦うのかな。あ、戦わなかった。なるほど、こうつながってんのか。なんか光る。ここでさっき回ったんだ。さっきと違う。メラ。今度メラって。待って、強さ。その下かなんか動いてるよ。あ、さっきここでやったのか。メラっていうのやってみます。呪文、小さな火の玉。あ、でも全然メラっていうのやってみよう。やってみようか。おお、強かった。
消えちゃう。あれ？なんかさっきも。の王ミルドラースがこの世界に手を伸ばそうとしてるんだ。あ、できんのかよ。キャンドルだ。よし、危ない。そう。正解は何なの？このお城で。あ、やばいやばい。怖い怖い。これやばくない？なんか強いな。だ。ビアンカ1。でたどり着けばいいの。あ、こいつはさっき強かったかな。すみません。なんだなんだ。危ないんじゃないこれ。あ、あ、あ、危ない。あ、ダメだ。ダメだ。強い。全然攻略できません。お城が。難しい。こんなん、いつ、これは、強いんだもん。薬草めちゃくちゃ買わなきゃ。ケープ売りましょうよ。
高い高い。薬草買ったらもう終わっちゃうよ。今日はラストチャンスでもう一回お城行ってみます。よく見たままの方にときなんけど、なんかちょっとお花見みたいとかのちょっと夢すぎたな。ほんとーい、うん、夢でやってくるけどね。このここからの始まり4、5回目なんだけど、ちょっとちょっとこんな進まないものですか。ドラクエは難しい。なんか持っていくのがあんのかな。ちょっと教会は行けるかな。行っていた。よし。ちょっとさ、全然強いし進めない。ちょっと最後、今日最後のワントライします。お墓、お墓じゃない、お城。待って、ちょっとこの子にも持たせとこう。こりゃ長い旅になるぞ。これ終わるかな。夏休み、皆さんの夏休み中に私のこのやり方で。不安。あ、違う、こういうものなのかな。それもわかんないんだよな。あ、さ、あの猫じゃん。うわ、強いじゃん。強っ。かわいい、倒れる敵。お、レベルが上がりました。なんだろう。マヌーサの呪文。マヌーサ。マヌーサ。ビアンカ。マヌーサってなんだろう。見れないんですね。参った。表門から行けないの？ダメだ。
ないの、また薬草。これがさ、ややこしもスムーズに行かせてよ。ちいたけ、合わないように来てたと思ったら、ちょっとマヌーサって何ですか。幻で敵を包む。怖い怖い。おー、私もコイン。あ、ダメだ、またやられたよ。よし、キアリすごい魔法が。あ、動画が止まってました。大丈夫ですか、また。これ。よし。山だね、お城です。この人には話しかけたんだよ。これ下まで行って。後ろの兵士長でありながらも、なかなかこう思わなかったの。誰か魔界のを倒し込めるね、この辺は。あいつは敵じゃなかった。怖い。こいつか。よし。さっきよりはレベルが上がって強くなったんだ。怖っ。
して経験値をくれないかな。お、いっぱいいる。お城に4度目です。うん、なんかいる？誰かいるよね。わしらが踊るのを見ても楽しくないからってコースたちに言われてね。あ、王と王妃は小島のティーセットジャムのが好き。銀のポットやティーカップもバラバラになったところに忘れてるよ。え、銀の皿みたいなのが待ってよ。あ、え、じゃああの王妃にあの皿渡せばいいんじゃない？あ、やばい。やばいやばいやばい。あ、やばいやばい。うわ、毒消しか。毒消しあんな買ったのに。あ、やられちゃう、やられちゃう、やられちゃう。おー、やられちゃう、やられちゃう。よし、そっか、じゃあ待って、上まで行くとこ。え、そういうこと？お皿、はてなはてなって言ったよね。こいつらやだ。あ、待って、これままじゃ合間がまたやられちゃう。あれだね、ゆっくりメーターが動くんじゃなくて一気にパワーがその分だけブンってなくなるから難しいね。これちょっと私分かったかもしれなくて、あの銀の皿を、ちょっと一回、すいません、村に帰ります。というのはね、今もうやばかった、体力が。銀の皿を多分、あの王妃みたいなのに渡すんじゃないかなって思ってきた。だからなんか一向に終わり方が分かんなかった気がして、ちょっとそれ、次回にします。はい、じゃあ教会ちょっとおしまいします。なんかね、
あのお城の下まで行ったけどさ、結局出れないし、よくわかんなかったから、多分、あの老人がさ、言ってたでしょ。老人の亡霊が。王妃様は銀のカップとかでお茶するのが好きだったみたいな。で、銀の皿っていうのもさ、銀のカップも見つけるのかも。セットで渡すのかな。ちょっとそこもわかんない。またお城行ってちょっと探索し、知ってみた方がいいのかな。ちょっと何回もトライしましたけど、ちょっとね、全然お城を攻略できなかったんだけど、少しはちょっともしかして銀の皿とカップを集めるのかなみたいな感じを今思ってます。次回泣きの一回でお城をもう一回挑戦してみたいと思います。ではおやすみなさい。お城難しい。あ、そうそうそう、今日もね1時間ちょっとやってしまいました。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。よかったら評価いいねお願いします。チャンネル登録もぜひぜひこの夏休み中によろしくお願いします。それではですね、また明日おやすみなさい。チャンネル登録お願いします。